練習チャンネル。はい、本日は医師の、笹倉様にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。笹倉と申します。ちょっと簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。渋谷にありますマイメディカルクリニックというところで院長をしてます笹倉と申します。開業して今6年目ぐらいになりますけども、まだ若いものですがよろしくお願いいたします。お願いします。で、今回なんですけれども、コロナによってですね、実際クリニックとかでどんな感じなの経営状況みたいなお話をちょっと聞いていきたいんですけれども、まずその前に、今回ですね、笹倉様に送っていただいた抗体検査キットが販売されてるんですよね。それのちょっとご説明もお願いしていいですか。僕たちはですね、院内に来てもらって抗体検査をやるよみたいな、そういうところも今のところやってるんですけど、まあ、ただこの自粛の期間もありますので、まあ、家でもですね、自分が今どういう状況、コロナに感染してたのか、自分が抗体って言って免疫がある状態なのか、そういうのをですね、外出する前にチェックしたりとかを含めてやったら、もっと社会が良くなるんじゃないかなと思って、自宅にですね、検査キットを送らせていただくようなことをやっております。コロナ流行ってますんで、現状はもう緊急事態宣言明けたなと言っても、みんな街に出始めたけどどうしたらいいんだみたいなのが分からないところ多いと思いますので、そこら辺がですね、一つ自分の中でどういうものなのかなっていうのを知ってもらうきっかけの一つになるかなと思って始めてます。はい、もちろん詳細とかは全部抗体キットに書いてあると思うんですけれども、抗体キットを使うとどんなことが分かるんですか。まあ、これですね、抗体検査っていうのは、まあ、いわゆる感染症とかいわゆる病気にかかるとですね、人間いろんなタイプの抗体でできるんですけど、主にですね、うちで送らせている検査キットに関しては IgM と IgG って言ってですね、まあ、2つの項目を測ると、IgM っていうのは早く感染症の時に上がってくるんですけど、そっちはまあ感度って言ってですね、微妙に上がってこない人たちもいるよっていうのもあるんですけど、 IgG っていうのがあると過去に感染していて、自分がもうこのウイルスとかそういうのに対してですね、免疫を持ってるってことが分かるので、免疫を持ってる人に対してもう二度と感染しないよっていうのはまだ新しい感染症なんで、これ正直なところ分かってないんですけど、ある程度ですね、重症化しにくいとかそういうことがですね予測されてますので、 IgG 抗体っていうのをメインにですね調べていくようなことになってます。あ、なるほど。じゃあ今感染してるかどうかっていうのと免疫を持ってるかどうかっていう二軸が分かるっていう認識。そうですね。あ、なるほどね。今感染したらもちろん自粛しろっていう話なんですけど、抗体があったら若干気が楽になるよねっていう、そんなイメージですよね。そうです、若干気が楽になりますね。まあ、海外ではそのマドンナさんとかがなんかこう抗体があったんで私はもうパーティーするわみたいなこと言ってましたけど、まあ、新しい感染症なんでそこまで抗体があるからといってもう大丈夫よみたいな話になるかなっていうのはまだ疑問な部分もありますが、現状自分がどこにいるのかっていうのを把握するのにはちょうど今適している時期かなと思います。はい、私もこれ送っていただいてやったんですけれども、はい、私は今のところまだ陰性だったんでがっかりっていう感じなんですけど抗体欲しかったなみたいな。そうですよね。これなんか家でまあサクッとできる人なんで気軽にできるなと思っていいなと思いましたが、なので、まあ、一応概要欄から抗体キットの購入ができるので確認してみてください。本題なんですけど、まあ、実際コロナって病院によると思うんですけど、クリニックとかに忙しいですか。笹倉さん、笹倉さんただどんなことやってるんですか。僕らはですね、僕自身が麻酔科から始まって総合診療的な部分をずっとやってたので、何でも屋さんのやるようなクリニックではあるんですけど、企業さんも含めてですね、渋谷周りの働く世代の人たちを中心に、まあ、そういう健康を支えていこうってことを始めてたので、予防医療を中心にですね、健康手段をメインにやらせていただいてて、その中でさらにフォローをしてっていうので、よろず外来みたいな感じで総合診療としてですね、まあ、保険診療で総合診療と、まあ、健康診断ということで両方ともやっているんですが、まあ、僕らのところはですね、正直このコロナになってからすごい暇です。あ、そうなんですか。はい、まあ、渋谷からですね、今日時点だともうちょこちょこ改善はしてきてますけど、3月の終わりから緊急事態宣言の4月、5月とですね、いや本当 90% ぐらい人いなくなっちゃったんですよでうちは渋谷の駅前で開業してますので、渋谷に来る人が9割減ったらですね、やっぱりうちの患者さんも9割減るんですね。だから忙しくなったかって言われるとそんなにっていう感じでしたね。コロナに関する診療だったりとか治療をやって病院は忙しいけど、そうじゃないクリニックとかは暇になったっていう感じですか。これもですね、実は一概には言えなくて、
コロナの重症と対応するとですね、まあ、僕も集中治療医やってたこともあるのでとっても大変なんですよ。すごい労働力かかるんですけど、重症の人は思ったより多くなかったんですね今回。それに合わせてこう病床のとか全部拡大とかしてですねやってたので、コロナを扱ってる感染症指定医療機関、当然皆さん一生懸命頑張ってると思うんですけど、それで支援様々あったと思うんですが、労働力が足りなくなるほど、それまで忙しかったかって言われると、僕なんかもう現在週1回ですねそういう医療機関手伝いに行ってますが、そっまでっていう感じで、他の部署のがですね軒並み暇になっちゃってたので、病院全体としては日本全国ですねほぼ暇になっちゃってた。病院はどこも人が来なくて困ってるっていうのが現状です。なるほどですね。まあ、単純になんか商売っていう目線で言うと、夜間家賃とかが苦しくなるっていうことですよね。僕らみたいなところはビルを借りてやってますので、現状はかなり厳しい状態です、経営的な問題で言うと。なるほど。思ってた以上にコロナのなんか重症患者が少なかったっていうのは、それは医師の方にとっても結構意外なことだったんですか？世界中から見ても日本は異常です。ただこれなんで日本人はこんなに感染しなくて、重症化にもそんなにもしなくてみたいのが、正直誰も分かってないんですよまだ。ウイルス干渉って言ってですね、ちょうどインフルエンザが流行るような時期だったんですよね。なので日本人はいっぱいインフルエンザで予防接種とか打ってたりとかするんで、そういう市中感染でですね、まあ、インフルエンザ今年少なかったんですが、まあ、そういうのを含めてなんかウイルス干渉とかいろんな学説があって、まだ誰も結論は出てないんですけど、今日現在ですね僕が知る限りでは。だけど世界中から日本はなんでこんなに少ないんだろうねって疑問だと思います。日本だけなんですね。韓国もですね、台湾も含めて早期に収束させることができて、数的な問題の人口密度とか考えると日本はちょっと特異的に少ないかもしれません。ああそうなんですね。ありきたりな質問になっちゃうんですけど、医師の方というか医療業界で今後コロナってなんかどんな感じで進んでいくのかってどう予想されてるんですか？これは結構さまざま難しいところあって、僕この問題知ったの実はもう1月の初めなんですよ。あ、早いですね。はい、はい、で海外からも渋谷という土地頃、その時まだ渋谷が来てたので、中国のですね旅行者の人が俺の肺炎を調べろとか言ってたんですよね。でいや肺炎とか今流行ってないけどねって言って、レントゲン取れみたいな、コロナの検査できないのかとか言ってて、何を言ってんだろうって思ってたんですよ。確かに厚生労働省が年末に注意喚起、こういう秋感染症流行るかもしれません、 SARS とか MERS とかみたいなもんですよみたいなのを出してたので、それを見てたんで、うん、みたいなのでちょっと知って、まあその辺のとこからですね、対処方法が分かるまでどうやって感染するのか、未知のウイルスってすごい怖いんですよ。治療薬もない、抗生剤で治るような細菌と違って、これウイルス感染っていうのは治療法がなかなかないっていうのが非常に怖くて、同じような感染症にハシカっていうのがあるんですけど、ハシカだとですね10年ぐらい経ってから急に脳が溶け始める病気があったりとか、もうやっぱもうこれどうやって防いだらいいのか分かんないっていう状態だと僕たちは非常に恐れてたんですね。それがまあ大体まあ空気感染っていうか、ある程度マスクしたりとかですね、アルコール消毒、僕もすぐ横に用意してますけど、こういうアルコール消毒とかですね、そんなのをやったりとかすると、このウイルスそもそもですねそんなに強いウイルスではないので、戦うことができる、自分が感染しないことができるっていうのが分かった段階では、僕たちは自分が感染しない状況で仕事とかちゃんとできますから、まあ、そうなるとその恐怖感っていうのは薄れてきて、今後は治療薬ができるかどうかっていうのが一つのターニングポイントになると思います。まあ、もう一つはマスクとかこういうアルコールとか医療者みたいにですね、感染症に対する知識が正しくなくても予防接種打っとけば、ある程度そのさっき言ったような抗体っていうのがついて戦えるよねって状態になる予防接種ですね、それができるか、そうなった段階では致死率がそこまで高くないこの病気は恐れる病気ではないのかなというふうに考えてます。なるほどですね。よく SNS とかでも完全に自粛しろみたいな派と、こんなんで自粛して経済止めんなよみたいなっていう意見といろいろあるじゃないですか。医療業界の人たちってどう思ってるの？海外だったらそれ今文句言えないんですね、正当防衛が通じるようなレベルなんですよ。ダメな人たちも一定数いるっていう、なんかそういう認識で本当に絶妙ななんかバランスを取らなきゃいけないのかなって。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中、概要欄をご覧ください。